はもう完成している状態なんですけども、モテるピンクメイクをやっていこうかと思います。普段はオレンジメイクを毎日メイクとしてやっているんですけど、今回はこのイエベのリサでも合うピンクメイクをやっていこうかと思います。それでは早速どうぞ。はい、ではベースメイクは毎日メイクの方で紹介しているので、そっちを見てください。では早速ピンクメイクやっていきます。モテるピンクメイクなので、今日はこの3つのアイシャドウを使っていきたいんですけど、ルム&ビーティーパレット01アイシャドウを、この一番薄いピンク色をアイホール全体に、お、結構待って結構待ったんです。これを目全体に塗っていきます。はい、何変わってないと思うんですけど、まあまあまあ、続いてロマンドのこっちの色、これを涙袋に塗っていきたいと思います。普段はオレンジメイクを一色、なんか上のまぶたと下のまぶたで一色でアイメイクをやってるんですけど、ピンクメイクを囲みメイクみたいにしちゃうとリサは腫れぼったくなっちゃうので、今回は色を分けてやっていきます。その時は白いフィルターがかかってきたからこそよく見えたんですけど、結構なんかピンクメイクってなんか肌があまり明るくないので、結構地黒なのでピンクメイクはあまり似合わないんですけど、本当に殴られた、もうお前殴られたのかみたいな感じの顔になっちゃって、ピンクメイクはあまりやらないし好きじゃないんですけど、可愛いじゃないですか。ちょっとやってみたくて調整なんですけども、はい、でこんな感じで一回様子見してマスカラとかやってるうちにもう一回重ねて足し算で今回はやっていきます。ちょっと怖いので、この間のやつとかも結構なんか本当にフィルターがかかってきたからこそよく見えただけで、結構実物で見るとちょっとやばいみたいな感じなの。続いてこれもやってるんですけど、ダブルライナーをやります。これは繊維みたいなところであります。リサが好きな方は気づいてると思うんですけど、今日はちょっと眉毛もピンクっぽいんですけど、いつもやっている眉毛に眉マスを塗る前にロマンのアイシャドウをちょっと混ぜてピンクっぽくしました。結構リサはどのメイクをするにも命をかけてやってるんですけど、マスカラで目の幅とかが変わってくるっていうか、目が大きく見えたりするので、マスカラは命で、まつげの長さも命で、本当に終わりかけのパリジェンヌだから下がって、ホットビューラーを温めてる間に、これはパナソニックのビューラーです。その間にインラインを描きます。
ラと一緒、デジャブのファスティングファイン、すっごい薄くて見える、ダークブラウンファスティングペンシルです。これをインライン描きます。言うて今日このホットビューラー使うの今日が初めて、最近買ったばっかりで、したらアイラインを引きたいと思います。アイラインはウズアイオープニングライナーのターキーです。これもいつも使ってるターキー、今日は黒を絶対に使いません。ターキーとかブラウンも使います。これを垂れさせるイメージで、今日のイメージはモテるウサちゃんメイクみたいな感じ。OK。 したらですね、涙袋にキラキラを乗せていきたいんですけども、あ、その前に上にピンクを重ねていきたいです。こちらフォロワーノーズ、宮脇さくらちゃんが TikTok とかでアイシャドウパレット。こちら茶色もあるんですけど、今日はピンクメイクということでピンクバージョン使っていきます。これこの色を二重幅に塗ります。めっちゃアイズラング頭の中に入ってアイズランめっちゃ好きなんですよ。かわいい。曲がね、いい。アイズラン見てると、なんか、やっぱ韓国のアイドルグループだから、スタイルとかもめちゃくちゃ良くて、なんか頑張ろうって思う。解散する前から知ってはいるんですけど、解散してから好きになっちゃったパターンなんですよね。反対側もやります。ダイエットやばいんですよ。今やばいんですよ、ね、今あの最上級に痩せてる。アイズラン見てると本当にモチベでしかない。そしたら上まぶたに塗った色と同じ色でこの目頭をくの字に寄せます。こんな感じで、逆に目が離れてる方は同じようにくの字に入れて、目がちょっと近い方は内側を濃ゆく、ねじり側を濃ゆくしてあげるといいと思います。バランスが取れて。そしたら一旦これをします。これもフラワーノーズの、韓国語でもなくて、なんていう、中国語って書かれてるからよくわからないんですけど、 PO さんです。これのグリッターの紫の子を涙袋の真ん中だけに塗っていきます。真ん中濃いめのこっち側に行くにつれて薄くしてみる。やっぱこのグリッターかわいいね。結構大粒なんですよ。はい、よいです。そしたら下マスカラを今から塗っていくんですけど、下マスカラはこれ、またフラワーノーズの M03。 これはマスカラが紫色になってます。これを下まつげに塗ります。紫色のグリッターと紫色のマスカラの相性がめちゃくちゃ良くて、紫色って言ってもなんか塗ったらチェリーピンクみたいな色になるんですよ。これを真ん中から目頭寄りのまつげに塗ります。目尻には塗らないです。はい、目頭切開をかけていきたいのですが、ちょっとキャンメイクのいつも使ってるクリーミーフッチライナーのバーガンディみたいな色を持ってき忘れたので、急遽エチュセのアイエディションジェルライナー02番を対応していきます。デイジークのこの色とこの色を混ぜて目
じるキュアのサブストーリー。レイジークシャドウパレット05番サンセット。マウシーマーヒーマーヒーこの色めっちゃいい。普段オレンジメイクしてる時もこのアイシャドウパレット使うんですけど、全然なんかピンクっぽいんですけど、肌なじみのいいピンク。イエベのリサにも、イエベの方にも使えるピンクの色。コーラルみたいな、コーラルピンク、青みピンクよりじゃないピンクみたいな色をしてるので、すごい好きでよく使ってます。おすすめです、このパレット。したら、OK、 結構ピンクよ。そしたらですね、こちらのデイジークのキラキラのこっち、青み紫っぽいやつが入ってる方を手に取って、真ん中だけにキラキラーっとせます。似てるみたいな感じで、次はこっちのオレンジっぽい方を目頭の方に軽くね目頭もキラキラしてるんで、軽く。お、いいんじゃない。したら、リップを見ましょうか。フラワーノーズのこのリップを使いたいんですけど、本当に色がたくさんあって GO1 を塗ります。ベージュピンクの色です。うわ、桃だ。桃の味がする。桃食べたい。桃リリーバレットのラブビームチーク。ラブビームチーク、かわいいな。これでちょんちょんちょんって塗ります。でもすごい発色がいいラブビームチークなので、気をつけながらラブビームチークしていきます。これはリサは丸顔なので、かわいいっぽくしたいので三角っぽく入れます。真ん中にチークの、ね、入れ方で顔もちっちゃく見えるし、顔の印象とかも違って見えるので、チークって結構大事。色とかもね、ちょっと違ってくるだけでだいぶ変わって見える。粉まんにしてきます。そしたらハイライトを入れて終わります。ハイライトはクリオですの01です。はい、こんな感じでモテるピンクメイクの完成です。はい、こんな感じですけども、ピンクメイクをやってデートとか行く時に真似してくれたらいいなって思います。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントもたくさんしてくれるとコメントを返信するのでしてください。他の SNS もやってるのでチェックしてくれると嬉しいです。それでは、バイバイ。